よかったら、あの人のこと好きか教えてくれる？わかった。や、調子はどう？ああ、少し。一緒に教室まで行こうよ。すみません。しょうがないわね。まったく、パンツ見られたくらいでギャーギャー騒ぐなっつーの。ちょっと来てください。うん、いいよ。少しいいか？わかりました。食すとは別れだ。すべてのものに感謝しながら。なんでしょう。嫌です。なんでしょう。嫌って。あの人さ、どうやら着れてもいいし。ちょっと聞いてほしいんだけど。君なら大丈夫だと思うけど。あいつと仲良くなりたいんだけどさ。手伝ってほしいな、なんて。あ、流行をつかむため。デートの約束ね。こら。うわ。デートの。いいわよ。ニンニク食べると。一緒に食わねえか？どうかしら？愛情込めて作ったのよ。
何かあったらいつでも私と。夢中になって、デートの約束。おサボりは許さ。そろそろ本気出す。あら、お話し中だったかしら。秘密だよ。何かあったらいつでも。いいわよ。どうやら。ああ。はい。やだ。私おばさんみたい。いたんですか。仕方ないですね。このつまらない日常の中で何を見出せばいいんですかね。Thank you.
疲れた時には甘いものよ。さあ、たくさんあるから食べて食べて。あら、お話し中だったでしょ。あ、別に。運動しようと思うんだけど、一緒にどうかな。いやよ。なんだ。あの人、告白されてました。誰になって言えません。おう、いいぞ。毎日ダラダラ過ごしたいんだが、どうにかならんか。はい。お肉が好きで、その血が滴るくらいのレアが特に。話ししようか。わかった。誰かを好きになることは悪いことじゃないよ。苦しいことも多いけどね。仕方ないですね。別に恋人なんていなくて。会話で盛り上がるなんて。何か用かい？うん、いいよ。リンゴは丸のままガブッと行くのが。ほら、さっさと帰りましょう。すみません。また今度で。みんな、どこか食べに行かないかい？話しかけないでください。はい、私です。どうかしました。わかりました。あの人に甘えると恋人の特権ですよね。
私、あなた、私、あら甘えん坊。